前に戻りましょう。先頭は片野大宮、短期の逃げに持ち込みたいところ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はヘイリスト、ヘイリスト先頭、残り 200m、 ヘイリスト先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ヘイリスト先頭、ブラックキャビア迫る。ヘイリスト、わずかにヘイリスト体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったカテアノビスタ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はオースミマン、懸命に追いすがります。残り 200m、 カテアノビスタ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はノーブルパレス、カテアノビスタ先頭だ。カテアノビスタ1着、カテアノビスタ完勝。カテアノビスタ1着、2着はノーブルパレス。これは桁外れの強さだ、カテアノビスタ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はディアジーナ、ディアジーナ先頭。2番手はオーケンブルースリー、先頭を捉えるか。やはりオーケンブルースリー先頭だ。残り 200m、 先頭はオーケンブルースリー。残り 100m、 オーケンブルースリー先頭。一気に肩の字40、肩の字40、肩の字40、1着、2着にはどうやらオーケンブルースリー、見事に勝ちました。肩の字40、オーケンブルースリー2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。さあいよいよ直線の攻防。先頭はウォータクティクス、ウォータクティクス先頭。あと 200m、 ウォータクティクス先頭だ。リードは1馬身、
後続の足色はどうか。ガノンカモン、かわす。ガノンカモン、ガノンカモン、一着。二着にはどうやら片野摂津氏、見事に勝ちました。ガノンカモン、片野摂津氏、二着止まり。しかし、なんとか面目を保ちました。Thank you.
4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はネフェルメモリー、メトロノース。先頭、2番手はメトロノース。懸命に追いすがります。やはり片野透明、先頭だ。最後の追い比べ、先頭は片野透明、片野透明。さらに突き放します。内省ジェット、迫る片野透明、1着、片野透明、1着。2着にはどうやら内省ジェット。これがダービー馬の実力だ。片野透明。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のトールポピー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アプリコットフィズ、これは好スタート。シーダーク、この馬も好スタートを切りました。カタノツリー、前に行きそうです。シーダーク、それに続いています。さらにはカタノアワジ、17番アプリコットフィズ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。アプリコットフィズ先手を取りました。内からはカタノツリー、並んで1番ノーブルナンシー。シーダーク、この馬もこのグループ、すぐ隣にカタノアワジ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のスノーフェアリー、現在先団です。もう一度先頭から見ていきましょう。カタノツリー先手を取りました。ノーブルナンシー、この馬もこのグループ、すぐ隣にアプリコットフィズ、その横にシーダーク。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはカタノツリー、その外にカタノアワジ、スノーフェアリー、その内に続いています。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭はシーダーク、まだ粘っています。アプリコットフィズ、ほとんど差がありません。カタノアワジ、3番手スノーフェアリー、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってアプリコットフィズ、カタノ中国先頭、2番手はアプリコットフィズ、残り 200m、 カタノ中国先頭だ。残り 100m、 カタノ中国先頭、カタノツリー追いすがります。カタノ中国、カタノ中国1着、2着にはどうやらカタノツリー、これが世界の実力だ。カタノ中国。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭は片野瑞希先頭。ここから引き離しにかかります。2番手はアップアース、片野瑞希先頭だ。片野瑞希1着、片野瑞希完勝。片野瑞希1着、2着は北斗オペラ、片野瑞希見事1番人気に応えました。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わってメルシーパール、メルシーパール、先頭あと 200m。 先頭はホライトキッド、メルシーパール必死に追いすがります。ホライトキッド粘る、一気に肩のコロナ1着、2着にはどうやらホライトキッド、勝ったのは肩のコロナ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はキャプテントゥーレ、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m、 キャプテントゥーレ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。肩の神が抜けた、肩の神がもう一伸び、肩の神がゴールイン、肩の神が1着、2着にはどうやらキャプテントゥーレ、肩の神が春の安田記念、秋のマイルチャンピオンシップも制し、国内マイル戦線の頂点に立ちました。
今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手にここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のネバブションゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。枠は揃った綺麗なスタート。さあ先行争い何が花を切るんでしょうか。ミヤビランベリー前に行きそうです。ジョシュアツリーそれに続いています。さらにはアクシオン、15番浅草キングス、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。ミヤビランベリー先手を取りました。6番片野青ちゃん2番手を追走しています。その隣に浅草キングス、その外にゼイクリッドバレー、イルノダムール、そのうちに続いています。内からはジョシュアツリー、その外からアクシオン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気の片野青ちゃん現在先団です。ビクトワールピサ前走に続いてここも好走なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。ミヤビランベリー先手を取りました。その後ろからはセイクリッドバレー、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。では前の方からミヤビランベリー先手を取りました。6番片野青ちゃん2番手を追走しています。オレンジの帽子浅草キングス、その後ろこれに続くのがセイクリッドバレー、並んで18番ネバブション、各馬大欅を通過。この辺りで先頭が変わりました。浅草キングスまだ粘っています。2番手は片野青ちゃん、これは絶好の手応え。ミヤビランベリー3番手、第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。先頭変わって片野青ちゃん、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はミヤビランベリー、追いすがる。やはり片野青ちゃん先頭だ。あと 200m、 片野青ちゃん先頭だ。残り 100m、 片野青ちゃん厳しいか。ビクトワールピサ片野青ちゃん、片野青ちゃん1着、2着にはどうやらビクトワールピサ、これが世界の実力だ。片野青ちゃん
こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、ニュースブレース前に行きそうです。スマイルフィールド、それに続いています。さらにはグランパズキャメロン、11番ストレートサンシャイン、その後ろピアリージェント、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前に戻りましょう。リアルマーブル先手を取りました。その隣にキングドゥ、その横にスマイルフィールド、ミレニアムパッション、この馬もこのグループ、ストレートサンシャイン、すぐ後ろ内からはデルタカイザー、黒の帽子グランパズキャメロン、その後ろ、その隣にタイムトサプライズ、型の透明、後ろからになりました。その外にドロッセルマイヤー、その隣にピアリージェント、最後方にセカンドモード、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として10番リアルマーブル、スマイルフィールド、ほとんど差がありません。スーパーセイバー3番手、さあ型の透明前を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はリアルマーブル、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。リアルマーブル先頭、残り 200m、 スーパーセイバー伸びてきた。先頭はスーパーセイバー、型の透明抜けた、やはり強い、型の透明、型の透明、型の透明、1着、2着にはどうやらスマイルフィールド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。型の透明、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わった、ビクトリーファルコン、ビクトリーファルコン先頭、残り 200m、 ビクトリーファルコン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カカの林原抜けた、カカの林原もう一伸び、カカの林原、カカの林原1着、2着にはどうやらザゴラ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カカの林原、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サッカーエスケープ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。リトルマイク前に行きそうです。イエローエア、それに続いています。さらにはサッカーエスケープ、1番マウンテンサーベル、その後ろ後方に控えたのがプライムマイヤー。それでは先頭からサッカーエスケープ先手を取りました。並んで10番ラインオブデイビッド、内からはシークレットピレネー、その隣にマウンテンサーベル、その外にアルサイレント、カタノアードマイヤー、いい位置です。その隣にデュークスプリング、アスコットロマンス、そのうちに続いています。すぐ後ろにジューンゴリアー、その隣にダッシュグランプリ、内からはレッドセレナード、しんがりからプライムマイヤー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番ラインオブデイビッド、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はイエローエア、リトルマイク、ほとんど差がありません。ラインオブデイビッド3番手、カタノアードマイヤー、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。イエローエア先頭、差はほとんどありません。2番手はイエローエア、イエローエア、さあ果たしてこの足色はどうか。さあカカノアドマイヤ一気に来た、リトルマイク抜けた、カカノアドマイヤ食らいつく、リトルマイク、リトルマイク1着、2着にはどうやらカカノアドマイヤ、勝ったのはリトルマイク、見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭はカカノロマン、七夕ライダック、先頭2番手はカカノロマン、七夕ライダック、先頭セレクトキャスター追いすがります。七夕ライダック、七夕ライダック1着、2着にはどうやらセレクトキャスター、勝ったのは七夕ライダック、カカノロマン、完敗です。着外に沈みました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはブレイブカントリー、カカノミズキ先頭、2番手はカカノミズキ、マイネルルック抜けた、カカノミズキ追いすがります。マイネルルックゴールイン、マイネルルック1着、2着にはどうやらカカノミズキ、見事に勝ちました。マイネルルック、カカノミズキ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。おっと1頭競争中止か。タスカータソルテ競争中止です。場内騒然。レースにどのような影響が出るでしょうか。残り 200m、 残り 100m。 エトワールチャート、先頭ウォーターポケット、先頭はウォーターポケット、1着でゴールイン。ウォーターポケット1着、2着にはどうやらブエナビスタ。まずは前哨戦を制しました。ウォーターポケット、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ。先頭はトランセンド、トランセンド先頭、2番手はスマートハリコン、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はスマートハリコン、スマートハリコン先頭、トランセンド追いすがります。やはり強いスマートハリコン、スマートハリコン、スマートハリコン1着、2着にはどうやら肩の冠巻き、スマートハリコン。 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スプリングロッキー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスプリングロッキー花に立ちます。その後ろからはデルモントキャリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはイージーシェイディ、7番アイランドスクワート、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはスプリングロッキー、並んで4番ゴルディコバ、その後ろからはデルモントキャリー、その隣にイージーシェイディ、その横にアイランドスクワート、カレージャスキャット、この馬もこのグループ、すぐ隣にワイドキャロット、その外からジュエルアカデミー、その後ろにワンダフルストーン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてスプリングロッキー、2番手はゴルディコバ、カレージャスキャット3番手、さあ肩の神や前を捕まえられるかどうか。スプリングロッキー先頭、ゴルディコバ先頭、2番手はスプリングロッキー、懸命に追いすがります。ゴルディコバいっぱいになった。ゴルディコバ先頭、あと 200m、 ゴルディコバ先頭だ。残り 100m、 ゴルディコバ粘る、肩の神や迫る、一気に肩の神や、ゴルディコバ1着、2着にはどうやら肩の神や、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パトラ綺麗に揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ドクターシュガー前に行きそうです。エンドナイン、それに続いています。さらにはバブルアピール、1番カタノセルシオ、その後ろウエスタンニース、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはカタノセルシオ、その外からドクターシュガー、オレンジの帽子、ビッグロマンス、その後ろ、その隣にプレザントウィーク、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはカタノセルシオ、これに続くのがミッキーフライト、すぐ後ろにグレートインディー、その外からエンドナイン、青の帽子ブロンズバルカ、その後ろ、その外からホライトキッド、内からはドーラサンライズ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はカタノセルシオ、2番手はプレザントウィーク、さあカタノセルシオこのまま逃げ切れるでしょうか。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。カタノセルシオ先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。2番手はレーザーバレット、2番手はレーザーバレット、カタノセルシオこの馬で決まりか。カタノセルシオ独走、カタノセルシオぶっちぎりです。カタノセルシオ1着、2着はビッグロマンス、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはカタノセルシオ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭は武見和地、カタノセッツシ先頭、2番手はアーシャウルフ、追いすがります。あと 200m、 カタノセッツシ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はアブソリュート、カタノセッツシ1着、カタノセッツシ完勝、カタノセッツシ1着、2着はアーシャウルフ、見事に勝ちました。カタノセッツシアブソリュート敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。
Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはカカノコビーナ、カカノコビーナ先頭、残り 200m カカノコビーナ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はフレンドリーウェーブ、カカノコビーナ1着、カカノコビーナ1着、2着にはどうやらフレンドリーウェーブ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カカノコビーナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はビクトリータイム、カタノコロナ先頭、2番手はビクトリータイム、残り 200m、 カタノコロナ先頭だ。カタノコロナ先頭、一気にペルシアンダンサー2頭同時に突っ込んできた。カタノコロナ、ペルシアンダンサー、ムービーサクセス1着、2着にはどうやらペルシアンダンサー、勝ったのはムービーサクセス、見事な勝利です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わって片野名神、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はネフェルメモリー、残り 100m、 これは強い。2番手はドンクール、片野名神、この馬で決まりか。片野名神独走、片野名神ぶっちぎりです。片野名神1着、2着はドンクール、勝ったのは片野名神。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは片野井口、片野井口先頭、残り 100m、 片野井口粘る。一気にレディアルバローザ、レディアルバローザ、レディアルバローザ1着、2着にはどうやら片野井口、見事に勝ちました。レディアルバローザ、ザレは完敗です。着外に沈みました。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。おっと、ダノンバラード、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にマイネルラクリマ入ってゲートイン完了です。スタートしました。好スタートを決めたのはレジェンドウッド、オールアズワン、この馬も好スタートを切りました。プレイ前に行きそうです。レジェンドウッド、これに続きます。内からはタナガタマーク2、その外からマイネルラクリマ、その隣にマグネスカンプ、オートリシェイディ、そのうちに続いています。その外に湘南マイティ、その外からメジロユニーク、並んで16番、ベルシャザール、ノーブルアイランドすぐ後ろ、その外にアドマイアブラフ、並んで9番、グランプリボス、すぐ後ろにコティリオン、最後方にオルフェーブル、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はタナガタマーク2、プレイほとんど差がありません。カタノスターレット、いい位置、
鞍上のゴーサインに応えるか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってベルシャザール、オルフェーブル先頭、2番手はベルシャザール、ボイスガル、あと 200m、 オルフェーブル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はベルシャザール、オルフェーブル1着、オルフェーブル完勝、オルフェーブル1着、2着はベルシャザール見事に勝ちました。オルフェーブル勝てます。ターレット完敗です。着外に沈みました。Thank you.
ー。